次に演奏する曲はルパン三世テーマ78スカバージョンです。この曲は有名なルパン三世のテーマをスカバージョンに編曲したものです。本来とは少し違うスカ特有のノリの良いアップテンポのルパン三世を楽しんでお聴きください。また感想の白鵬のソロにも注目してみてください。今がこの時です。この曲はミュージカルミス・サイゴンで使用された曲のメドレーになっています。美しいメロディーと中間部の激しさ、打楽器類の迫力あるサウンドを楽しみながらお聴きください。
奏を終わりにします。私たちはこれからコンクールや学校で行われるコンサートに向けて練習に励んでいきます。応援よろしくお願いします。これで明光中学校吹奏楽部の発表を終わりにします。日向あじさい祭り第一部オープニングステージを華やかに飾っていただきました、茨城町立明光中学校の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。